マウンテンリューはペプシコによって所有、製造されている炭酸飲料のブランド。レモンライムの風味の弱炭酸飲料である。日本での販売はサントリーフーズが行っている。商品名は密造ウイスキーを意味する口語に由来しているが、日本語の畜語訳では山の雫である。1940年代にアメリカ合衆国のテネシー州。 ノックスビルで飲料工場を経営していたバーニーとアリー・ハートマン兄弟によりウイスキーに混ぜるレモンライム味のミキサーとして開発された。1964年にペプシコが販売権を獲得しアメリカで販売網を広げた。日本では1981年北関東飲料からプラスチック容器1.25リットルで販売開始された。発売以来 ヒット商品として、当時低迷していたペプシを牽引していたが、名古屋地区のフランチャイズであった、チューブペプシコーラボトリングでは、ライバル製品である、スイートキスの販売に力を入れていた。瓶のパッケージ1997年10月に、日本でのペプシコブランド製品の、マスターフランチャイズ権取得に関してペプシコと、基本合意し、同年12月15日に契約を締結。 翌年の1998年1月に日本ペプシコーラが行っていた事業を分割し、製造、マーケティング機能をサントリーへ、営業、販売機能をサントリーフーズへそれぞれ移管。同年3月にペプシコーラのリニューアルと同時にセブンアップと共にサントリーの製品として本格発売を開始した。当初は現在も発売されている 350ml 缶。 500ml 缶に加え、250ml 缶と1 5リットルペットボトルも設定されていた。また、日本初登場時は、未ん果汁が1%含まれていたが、現在は無果汁である。2006年5月にはオンウェイビン仕様の 330ml 瓶を追加し、350ml 缶、500ml 缶をパッケージニューアル。このタイミングで、 ロゴマークを同年からアメリカを、はじめ、全世界で使用されている現行のロゴに変更となった。2007年5月に、初の 500ml ペットボトル製品である、マックスウェアを発売。通常の、マウンテン流のシュトラス系フレーバーをベースに、炭酸を増量して爽快な刺激とスッキリとした味わいを楽しめる設計とし、液色を、ブランドカラーであるグリーンに変更した。 その後、2008年5月には炭酸を、さらに増量して、パッケージをリニューアルしたマックスエアー2を、2009年5月には甘みを調整してスッキリとした後味に仕上げ、パッケージをリニューアルしたマックスエアー3を発売し、年次改良を行いながら、約3年にわたって販売された。2010年4月には、コナミデジタルエンタテインメントとのコラボレーションにより、同社のゲーム、 メタルギアソリッドピースウォーカーの登場キャラクターがデザインされたデザイン感が数量限定で発売された。特典としてマウンテンデューもしくはペプシネックスのどちらか一つがデザインされた T シャツを着た兵士でゲーム上で遊ぶことができるパスコードがついている。2011年5月には紫色パッケージでマウンテンデューグレープが発売。なお当初は 同年4月に発売が予定されていたが、同年3月に発生した東日本大震災の影響により発売が延期となり、5週間遅れての発売となった。2012年4月にリニューアルを行い、人工着色料を不使用化。また、既存の完成品に加え、500ml ペットボトルも新設された。同年6月には爽やかですっきりとした味わいの、 クールシトラスフレーバーで白い液色とブルーのパッケージであるホワイトアウトを発売。2014年6月に 500ml 缶を使用変更。ペプシコーラのパッケージリニューアルに合わせるものでパッケージ上部が白となりビッグサイズたっぷりとプラス 150ml が新たに記された。同年7月には2009年まで販売されていた。 マックスエアーを5年ぶりに新仕様として数量限定で再発売。製品名を2007年当時の名称であったマックスエアーに戻し、内容量は先にリニューアル発売された CC サイダー同様6 0 0トルに増量した。なお、通常のマウンテンデューとは異なり人工着色料が使用されている。星印は現在発売されているもの。 店舗によっては公式の発売日よりも数日前から発売を開始している場合がある。ありがとうございます。